北国街道三代甲子下町東本願寺新井別院です。参拝堂には昇降寺、門昇寺、元楽寺の3つのお寺が並びます。今年750回忌を迎えた親鸞聖人のお像が訪れる人を迎えます。親鸞聖人亡き後もその教えは脈々と受け継がれ、地域の門信徒の心に安らぎを与えています。新井別院はもともと元照寺の跡地に1688年本願寺第16世一如聖人が上信越地域の末寺を管理する掛け所として置いたのが始まりです。山門をくぐると大銀杏が参拝者を大きく包み込みます。推定樹齢400年。掛け所となった別院本堂は、度重なる水害や火災に遭遇しながらも復興を成し遂げてきました。北国街道を検証する皆さんの散策会です。ここに新井別院が開かれてから300数十年の間の歴史というものは、伽藍の創出とそして再建の歴史であったとこう思います。その再建というのは地域の人たちにとっては本当に大変な仕事だったと思いますけれども、心の拠り所としての別院、その信仰心がですね、私は別院の再建に結びついたんではないかなと、こういうことを思っております。境内には親鸞聖人の妻恵心二皇の遺徳をしのぶお堂が建立されました。鐘楼は文政4年の建立、現在の梵鐘は寛政4年の鋳造で、太平洋戦争当時の教室を逃れた新井京南地区唯一の鐘です。新井京南地域から日清日露戦争や太平洋戦争に出陣し戦死した人たちの菩提を弔う忠霊塔です。志半ばで命を落とした人たちの名前が刻まれています。また戦局が厳しくなってきた頃、新井地域に東京葛飾区から戦火を逃れ集団疎開してきた児童たちがいました。この石碑は平和を願う疎開児童たちにより贈られました。
近くには松尾芭蕉の句碑も立っています。人越えやこの道帰る秋の暮れ、新井中町出身で江戸時代大阪や江戸で活躍した森蘭斎の墓所もあります。こちらは地域に伝承されている日の出鶴、朝日を浴びながら羽ばたこうとする鶴が躍動感あふれる姿で描かれています。蘭斎の秀作です。ここに日本画家の大家森蘭斎が眠っておるというところであります。まず、皆さんに森蘭斎のお墓を知らせようと墓の標柱を立てました。そしてこの看板を立てたわけです。現在の庫裏は平成19年に落慶法要が行われました。以前の庫裏は関山神社宝蔵院の建物が明治天皇の行幸に合わせて移築されました。来週は庫裏の歴史を振り返ります。